切ップ売り場と改札口改札内コンコースホーム西口西口駅前東口東口駅前三行辻駅は和歌山県橋本市三行辻にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK76。単線時代からの在来駅でこの駅と橋本駅の間に小原田建築がある。かつては橋本方面の電車に乗ると進行方向右側に 単線時代の配線跡が確認できたが、一部が国道371号橋本バイパスのルート上になったためレールが剥がされており、現在では見ることができない。相対式2面2線のホームを持つ高架駅である。ホーム有高長は8両編成分。改札、コンコースは1階、ホームは2階にある。コンコースとホームを結ぶエレベーターが設置されている。 便所は一階改札内にあり、男女別の推薦式。高下会以前は、島式ホーム一面二線の交換可能な地平駅で、駅舎とは、校内踏切で連絡していた。その地平駅時代末期には伏線加工地震直に、より一旦交換不能な防線駅となり、三行辻駅橋本駅間伏線加工業までこの状態が続いた。 小原田建尺の最寄り駅だが、当駅で終着、始発となる列車は設定されておらず、入出庫列車は橋本駅、または林間田園都市駅まで改装される。しかし、高野線の車両の表示幕には、確定見行き辻や急行見行き辻などの行き先が入っている。2013年4月より駅係員無配置となる。遠隔管理システムが導入されており、 改札口設置のインターホンを呼び出すと、臨間田園都市駅とつながる。2019年度の1日平均乗降人員は2709人で、南海の駅では64位である。大阪、堺都市圏に通勤、通学するいわゆる和歌山府民も利用している。各年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り。駅周辺は、完静な集落となっている一方、 南西の山肌に住宅地がある。橋本市コミュニティバス。ありがとうございます。